もう取ってるんですか。あ、もう取ってます。持ってますね。うん、持つんですね。もう持つんですね。持たないです。持たん、どっちですか。じゃあ、行きましょう。はい。じゃあ、すいません。あれ、ない。あ、どうぞ、これ、光。光いらないですよ。顔に影ができないと、あの、顔がどんどん大きく見える。大きく。うん。YouTuber さんみんなこれ使ってますよ。そう。せーの。ちょっと、もうなんかこう、こういう。うなぎ。下から上に撮ると、はいはい、あのまあまあそうですよね、うん、太って見えます、太ってますね。In the house, in the house, in the house。 よろしくお願いします。今日ね、はい、一人なんですよ。お、本当だ。いつものツッコミがないんで、はい、面白い動画撮れないかもしれませんけど、よろしくお願いいたします、はいはい、で、ちなみに最初にちょっと一言いいですか。皆さん知らない人もいらっしゃると思うんですけど、はい、いつも僕の横にいたメガネの人、はい、ババさん、まあ、私じゃないんです、ね、はい、ババ、あ、マーキラさんもメガネなんですけど、メガネの人のババさんがですね、ちょっとまあ、はいはい、いろいろあってちょっと今入院されてるんで、ちょっと温かいメッセージをですね、はい、今日バーストエッドにいます。はーい、イエーイ、はい、見てっか見てっかあの、よかったちょっとババさんにちょっと一言いいですか。あ、ババさん見てっかはい、元気に早く戻ってきてください。待ってるよ待ってるよ待ってるよちなみにあのこの動画もしかしたらババさんが退院した後に出してるかもしれません確かにそうですね。で、一言俺言いたかったことがあるんですよ。もし夜に具合悪くなったらナースコードを押すじゃないですか、はいはい、そしたら、ね、すぐ押してくれれば、はい、俺たちおっさんがですね、はい、ナースの服を着て駆けつけるんで、ババさんよろしくお願いしますあの面白い、あのごめんちょっとねボケても今日ツッコミがないから、はい、いないですよ、バカになるんで、で、今日なんで来たかというと、はい、これですよ。お、はい、ついに戻ってきましたね。戻ってきましたあのデスマシン3、はい、買ったそのまま置いてくる呼吸で置いてきたことを忘れてるっていうね、はい、ついに完成したデスイズムでございます、はい、デスイズムね、はい、で、ちなみにこれ中何したかも覚えてないんですけどはい、いろいろです、いろいろです、はい、いろいろ、まあ、いろいろ、トリガー変えて、はい、オフセットストックにして、はい、で、この辺のモーターとかはギアとかはそのままでしたよね。そうですね、モーター、ピストンはそのままです、うんうん、はい、で、あとはもちろん調整していただいて、はい、一番極めつけは、はい、ここね、あのテーパー加工してもらってるんですけど、はいはい、その先にスマートハイダー、あ、もう入ってますね。だここからテーパー、テーパー、ダブルテーパー、はい、ダブルテーパー、テーパーイズムテデスイズムです、はい、なんだってなんだってダブルテーパー、テーパーボスイズムじゃなくてデスイズム、あと聞いてもらっていいですかそれで。もういいです、はい、なのでこれは、はいはい、ババさんが退院した暁に一緒にちょっといろんなチーム持っていろいろ行って試してくるんで、その時にすげえ遅くなりましたけどあのみんなすごいもうやってらっしゃるんですけども、はい、その時にちゃんとこれの実証はちゃんと取らせていただきますんで、よろしくお願いいたします、はい、そんな感じで、まあ、カスタムしてもらったんですけど、弾実際打てないんで、でもオフセットはいいっしょ、いいですね、うん、ね、ダイマスクでも簡単に顎をつけて構えることができるんで、はいはいはい、使いやすい。俺はこの形が大好きなんで大事にしていこうと思います、はい、そして今日は、はい、さっき見かけたんですけれども、パパさんちょっとあの手元見て、はい、でってれー、でも紹介したピーキーで、実はですね、はい、シェルマグはついてるんですけど、ついてます、後部に、お、はい、ストックのところです、お、本当だ、はい、なんかついてますよ、はい、新製品です。これは一体なんていうものでしょう、はい、まあこれね、ちょっとまだ試作品なんですけども、まあ、P90 試作品なんですけどP90 用のストックなんですけど、これね、ただのストックじゃないですよ。これね、こう見ると分かるんだけど、見て、この細くなってるという、はい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 、うん、で今までの P90 のって当てるとこうちょっとね、ずっていっちゃうんですよ、こう、はいはいはい、あともうちょっとずれちゃったり、だけどね、これにすることでがっちりこうはまると、あ、グリップが、グリップが、ね、元のやつは真っ平らですもんね。真っ平らあれね、結構 P90 ユーザーはわーってなるんですよね。いやダメだなこれ、見てしっくりこない、うん、でそれのためにちょっと新しくね、作ってみたの、うん、でちゃんとここがラウンドされてて、まあ、あのショルダーにちゃんとね、こう合うように、うん、できるように、はいはい、でやっぱ装備によってここがね、ショルダー側部分が違うのがあるじゃないですか、はい、でそれをね、なんとこれ解消してます。つまりこれをですね、
ポッと外して逆さにするとまた形状が変わると。お今度上向きなラウンドになるので、はいはい、まあこっちにがっちりまたはまると。しかもあれ、うん、そうちゃんとあのがっちりはまるんですよね。ちゃんとピンが、はい、あります。あのちゃんとこうピンがあるので、なるほど、これをここに差し込めばちゃんと大丈夫なんで。すっげえこれはいいわ、はい、もうこれでね全然使えちゃうので、ね、はい、ちょっと仮面させてもらってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。じゃあすいません、よいしょ、はい、あ、本当だ、全然違いますね。全然違う。ここすごいかなりグリップが来てるわけですね、うん、来てる来てる、うん、これっていつもの普通のやつですか。なんかすごい加工がすごくないですか。ね、すごい絞加工、絞加工をちゃんとしてるんですよ。滑らすごいよ、ね、うん、まだ値段とか決まってないですよね。まだ決まってないですね。あ、これピーキージュ、まあ、ちなみにあの僕今までピーキージュ全然興味なかったにもかかわらず、うん、実はあのこのねシェルマグ見てから欲しくなっちゃってるん で、うん、でさっき聞いたんですよ、はいはいはい、ね、僕もちょっと欲しくなっちゃいましたっつって、うん、ババさん欲しいって言ってましたっつったら、うん、あのババさんね、嘘もうすでにあの売約済みになってるみたいな。え、じゃあ、下手したらこっちにくっついちゃうのかな。いつですか。いつでしょうね。だからババさんが退院した暁にはもうこの状態なんじゃないですか。うん、ああ。そういうことですね。早いな、あの人。でも、いろいろなんか、一気に変わりましたね、これ P90 って。まさかここまでいろんなパーツが一気に出るとは思わなかったもんね。うん、確かに。お返しさせていただきます。はい、なので本日はですね、この P90 のストックと、はい、僕のこのデスイズムのですね、デスイズム、はい、動画になった、いいですか。いいですか、誰に聞いてます、誰に聞いてるんですか。ちなみにあの夏なのに、はい、なんで俺ジャンバー着てんだと。お、ね、これあの空調服なんで。お、いいですか。ちょっと音切ってましたけど、はい、マイクうるさいんで、ほら掃除機みたいなのかかってます。すげえ涼しいから何の。でも一ついいですか、何つかね、空調服表から風を飛び込んで、はい、エアコンのあるところだと体が一気に冷えて冷たいんですよ、はい、だから表で来てごらんなさい、真夏に、はい、熱い空気をここから吸い込むから体の中がまるで真夏の風がこう本当に涼しいかどうかは分かりません、はい、やってみないとね、ということですね。何の宣伝なんですか、その空調服、うん、あの空調服のなんかいっぱいこう案件とかいっぱい来た、俺がいっぱい空調服もらえればいいなっていう。空調服の案件待ってます、よろしくお願いします。どういうこと。やりますよ、空調服の案件、はい、どう、じゃあこの辺でどういうこと。結局的に空調の空調話で終わってますけどね。だって、はい、だってさ、何をだってって、すいません、なんかあの急に撮影させてもらえる。全然大丈夫ですよ、特に何も決めずにっていう、ね、まあそうですね、はい、たまにこんな動画があってもいいんじゃないかと。あ、なるほど。バーステッドさんのオンラインサロンぜひ見てね。じゃあこの動画があの面白かったらですね、また動画の中でお会いしましょう。はい、 I'll be back、 バババ見るよ。And the bottle of wine gonna hold you tonight. Oh yeah.